人とうまくやるためにはどうしてるか。そうだな。なんかうまくやるためにどうこうするというよりかは、なんか全員とうまくやるのは無理だっていう前提を持って接してますね。だからこそ最近は、なんかもともと自分は誰にも嫌われたくないっていうことを性格だったんで、なんか結構八方美人だったんですけど、まあ最近はもうそれが無理だっていうことが分かったんで、もう嫌われることも覚悟の上で、まあ好かれる、俺を好きな人が好きでいてくれればいいやっていう、前提のもと、割と好き勝手やってるのが今ですね。